こんにちは。シリーの週末講座へようこそ。この講座では経済、経営、政治などのちょっとした難しいトピックスを10分程度で簡単に優しく学びます。今日のテーマは前回に引き続きミクロ経済学から今日の100万円と将来の100万円が違うお金の時間価値編ということでお送りしたいと思います。改めてミクロ経済学は何なのかということを簡単におさらいしたいと思います。前回の動画でミクロ経済学は小さな視点、ズームインして経済を見ていく、一方でマクロ経済学はズームアウトして大きな視点で国全体だったり世界全体の経済を分析するとお話ししました。ミクロ経済学は個人や企業のそれぞれの行動に焦点を当てて見ていくんですけれども、ここで登場する個人というのは自分の幸せとか喜び、これを経済学の用語で効用と呼ぶんですけれども、この効用を最大化するように行動する人のこと、合理的な人を指しますが、実はこれは私たち一人一人のことなんです。なのでもっとお金持ちになりたいとか、もっと賢くなりたいとか、あと1分寝たいとか、そういう自分自身の効用の最大化というのも全部この経済学のターゲットになってきます。で、ミクロ経済学というのはそんな私たちこう自己利益を追求する個人の行動の他に、この個人同士の相互作用ですね、よくゲーム理論とかで聞くと思うんですけれども、そういったものと、そんな個人がこう大量にいる場合の相互作用ですね、こう市場と言われるようなものですね、これを合わせて分析していきます。では早速今日の本題、今日の100万円と将来の100万円は価値が違うというお話をしていきたいと思います。早速こう具体的な例で見ていきましょう。例えば会社の経理部の方から今年の特別報酬は受け取り方が選べますというようなお話があったとしましょう。本当にあるかどうかはわからないんですけれども、で、一つ目の選択肢は今日100万円を一括で受け取る場合と、で、もう一つの選択肢は今後5年間にわたって毎年20万円ずつ受け取る場合というものがあります。直感的には、合計すると同じ100万円だから、どっちでもいいかなとか、一気にもらってしまうと無駄遣いしてしまいそうだから、ちょっとずつもらう方が現実的かなというふうに感じる方もいらっしゃるかなと思いますが、経済学でいう利益を追求する個人としてはどちらの選択肢の方が効用を最大化できるのかを見ていきたいと思います。まず一つ目の選択肢ですね、一括で100万円を受け取る場合、もちろんこれすぐに使ってしまうこともできるんですけれども、今回はこれを5年間まるまる銀行に預けるというケースを想定したいと思います。で、5年の利子がついて、た場合ですね、5年後全く使わなかったら約128万円になっていると。もちろんですね、これ今のご時世だとメガバンクの1年ものの定期預金なんかでも金利は 0.02%3% という程度なので、この 5% のシナリオというのはあまり現実的ではないんですけれども、ちょっとその辺の細かいところは一旦置いておきましょう。もう一つの選択肢ですね、毎年20万円ずつを5年間受け取る場合というところを見ていきましょう。この場合も同じく利子率は 5% で考えますが、これ全く使わずに置いておいた場合、5年後に受け取れる金額は約111万円と、もう一つの選択肢に比べて金額が減ってしまうんですね。つまり一括で受け取った方が将来的に得られる価値が高いと。ではなぜこの差分が発生するのかというのを見ていきたいと思います。で、一つ目の選択肢の場合ですね、この1年目からこう100万円全部に対して 5% の利子がついていく、一方でもう一つの受け取り方の場合は1年ごとに受け取る場合ですね、この 5% の利子がつく期間っていうのが減ってしまいますので、100万円を初めから預ける場合に比べて運用する機会を失ってしまっているということになります。もちろんですね、状況によって利子率っていうのは変わったりとか、
リスクがあったりとかもするんですけれども、まあ、NISA なんかが若いうちから始めようというふうに歌っているのはですね、早期に運用することでよりこの利子率のメリットを受けられるからなんですね。では次に自分がお金を貸す立場だったらというのを見ていきたいと思います。例えばある友達がバカンスに行くので10万円貸してほしい、もちろん1年後に10万円をちゃんと返しますと言われた時に、利益を追求する個人としてはこのお願い受けるべきでしょうか、受けないべきでしょうかっていうのを見ていきたいと思います。で、これを考える時に他の取り得る選択肢と比較して見ていきたいと思います。例えば、まあ、友達に10万円を貸した場合、まあ、1年後に戻ってくるのは10万円のままです。ただしこれを友達に貸さずに銀行に預けた場合、先ほどと同じように金利が 5% の場合は1年後には10万円にプラス5000円と5000円分増えていることになります。で、仮に銀行ではなくてこれを株に投資しようと、例えば米国株の利回りが 7% と想定されている場合ですね、1年後には10万円プラス7000円になっている可能性もあります。なのでこういったいろんな選択肢を比べた上で、もちろんリスクも考えた上で自分にとってどの選択肢が一番効用が最大化されるのかというのを私たちは日々選んでいるということになります。ではこの今回のポイントは、今日のお金の方が明日のお金より、そして将来のお金よりも価値が高いというところなんですけれども、具体的にこのお金の価値っていうのはどういうふうに計算して比較していくのかというのを見ていきたいと思います。基本的には現在価値という方法で計算するのが一般的です。で、この今日の100万円と1年後の100万円っていうのはそのままでは比べられないんですね。なのでこれを同じこう現在価値というものに変換して比べます。ここでも利子率 5% の場合を想定したいと思います。で、今日の100万円というのは現在価値に置き換えてもそのまま100万円になります。一方で1年後の100万円を現在価値に置き換えた場合、これは約95万円になります。で、これはまあ逆に考えると、今日95万円を銀行に預けて利子率 5% だった場合、1年後に約100万円になるというふうに考えることができます。なので今日のお金と明日のお金、1年後のお金というのは今日の方が価値が高いというふうになっています。ではなぜ今日のお金の方が将来のお金よりも価値が高いんでしょうか。この理由は大きく3つあります。インフレーション、物価の上昇、そして将来の不確実性、最後に機会損失です。まずインフレーションについて見てみましょう。インフレーションとは時間が経つにつれて物価が上昇していく現象のことです。例えば以前は100円で買えた自動販売機のお水なんかも120円130円になって、今は160円ぐらいになっているかと思います。で、これ将来的には200円ぐらいにどんどんなっていくと思うんですけれども、昔はこの100円で買えたものも将来は200円出さないと買えなくなってしまうということは、将来の100円の価値っていうのは今の半分の価値しかないということになります。基本的にはこの世界の経済っていうのはインフレ傾向でずっと進んでいきます。なのでこの日本の失われた30年という長期間のデフレというのは世界的に見るとかなり異常な状況なんですね。で、次に将来の不確実性について見ていきたいと思います。将来もらえるお金に関する約束というのは、例えば銀行が破綻してしまう可能性もあって不履行になるかもしれません。で、この場合例えばバカンスに行った友達が本当に戻ってくるのか、本当に返してくれるのかっていうのはやっぱりわからないですよね。実はまたこのお金を受け取るはずの自分自身がもらう前に亡くなってしまう、死んでしまう可能性だってあります。
そして最後に機会損失。機会損失というのは、ある選択をすることで他の選択肢を選べないことによる損失です。例えば今100万円を持っていて、それを使って投資だったりとかビジネスに活用することで利益を得られる機会があります。しかし、こう将来にお金を受け取る場合ですね、この期間に得られるはずだった利益というのを、失ってしまうことになります。あるいはこう自分に投資をして、例えば新しいスキルを獲得して1年後には年収が上がっている可能性だってありますけれども、これが将来もらうと、やっぱりこの1年のこの機会損失というのが発生してしまいます。このような理由から、今日のお金というのは将来のお金よりも価値が高いというふうに言われています。さて、今日のおさらいなんですけれども、私たちはみんな自己の利益を追求する個人、私たちの喜びとか幸せを最大化するような行動をする個人ということを一つ学びました。そしてもう一つは、今日のお金の方が将来のお金よりも価値が高いというこの2点について学びました。では次回の講座もお楽しみに。